ティーパーティーは、皆川ゆかによる少女小説、講談社 X 文庫、ティーンズハート館。2巻より、表紙等において、八幡高校長条件報告というシリーズ名が付されているが、全巻のタイトルに含まれるティーパーティーをシリーズ名として故障されることが多い。略称は、TP など、少女の一人称で語られた学園小説であるが、 パラレルワールドや火星文明などを主要なモチーフとする SF 作品として構成されている。著者によると、ワイドスクリーンバロック。世界観を同じく試作中のキャラが本編でも登場する佐伯忍が主人公の神名月、京一郎の冒険前二巻の内容についても取り扱う。八幡高校長条件所属の後の祭りの周りでは、土涛のように、 超常現象トラブルが巻き起こっていく。パラレルワールドの出現、漬物怪獣との戦い、火星王朝の構想、前世の因縁に巨大ロボット。果てには世界崩壊の危機に立ち向かうことになる。パラドックス、ティーパーティー、スクランブルティーパーティー、ティーパーティーことを行く。今夜は、夢にて、ティーパーティー、神奈月、京一郎の冒険。 ソロモンエクスプレス、メルヘン気分で、ティーパーティー、前編、後編、シェイクスピアエクスプレス、神名月、京一郎の冒険、インター、アミッションティーパーティー、ティーパーティー制の王女様、前編、後編、ティーパーティー愛のキューピット、ティーパーティーエクスプレス、ティーパーティー宇宙へ飛ぶ、前編、後編、ハルマゲドンティーパーティー、フ、アイナルステップティーパーティー、ティーパーティー我ら子の世界を愛す、 前編、中編、後編、ありがとうございます。